なチャンネル。ありがとうございます。はい、というわけで、これです。工場ジャンプね。はい、次はですね、次っていうのもあるんですけど、今ヒーローアカデミアが終わりまして、ですね、今週はね、呪術廻戦の話がちょっとあったカラーの方にあったかな、なりましたよね。いやーね、大変だ。そう、芥見ゲゲ先生とアニメトークっていうのが入ってるね。でこれは読むとあれなんで、買った人はね、読んでもらえるといいんじゃないかなっていうね。なんかね、やっぱり今週終わりでしょ、アニメね、最終回ですよね。あ、ここ書いてあるわ。テレビアニメ最終回第24話。すごい、俺見てないけど、アニメを見てるんです。漫画、この辺の漫画とか見てないから分かんないけど、すげえ、なんか途中で終わっちゃうんじゃないの、だいぶ。って言うと、ここで終わりみたいなになっちゃうんじゃないの、どうなんですか、ちょっと俺知らないんだけど。まあ見てみればいいかね、言いましょう。とりあえずこれは見てるからですね。まあ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 、いいか。ね。まあ、終わるのは分かってましたからね。そうそうそう。まあ、第2期ね。早くやんねえかな。っていうね。ところでしょうかね。はい。次行きましょうか。はい。さあ行きましょう。呪術廻戦第143話もう一度来ました。もう一度できましたね。これなんだろう、隣のページ、呪術廻戦公式ファンブック大好評発売中。まあいいか、これは宣伝がありましたね。おいおね、あ、そっか、先週は、先週はあれですね、ね、虎杖悠仁君は刀をグサッグサッあーみたいなね、やられちゃったとね。で、首根っこつかみながらこうね、乙骨君がこう来まして、で、長宗さんと、直哉さんがね、戦っていて、で、もうちょっとで、長宗いけるんじゃないかっていうところまでね、なんか、ね、チェックメイトだぜみたいなところまで来て、なんかこうね、そういうところに、乙骨が来まして、ベッシュ何やってんだおいみたいなね、はい、一瞬で終わりみたいなね、はい、おしまいみたいな感じで、で、なんか、直哉さん大丈夫みたいな感じで、なんか、ね、終わったんですよね、先週。そっからですね。あ、こう書いた一番目ね。ちょっと見ちゃったけど。辛そうですね、直哉さんと来た。ね、ギリッと、乙骨、虎杖を処刑し、っていうことですね。見下ろすなや、と言ってる。ね。グラッって言ってるね。おえって言ってる。直哉さんね、危ない、ギリギリのとこで来た、みたいな感じなのかな、これ。なんや、これ、毒って言ってる。赤血小石のそんな効果がみたいな。ちゃう、術式効果やない。ね、あいつ、あの血液量、あいつ人間、ちゃうかったんや。書いてある。受肉体か。人外の血が入って、体がそれを拒絶しとんのや。直しましょうかって言ってる。乙骨くんが、はい。直しましょうか。僕の反転術式。人も治せますよ、その代わりと。その代わり、虎杖くんの死はあなたの口からも上に報告してください。ね、ジン、ん？ジン？おい。おい、ジン。ジンって誰だ？ね、はい。何ですか、父さん。彼女の話をする。借りますよ。彼女の話？これ誰だ、これ。ジンって誰？これ、お父さんですかね。なんでしょう、ジン、お前がどう生きようとお前の勝手だ。だが、あの女だけはやめとけ。死ぬぞ。って言ってる。これ、お父さん、死んだおじいちゃんですよね、1話でね。撫で型だな、だいぶ。まあまあ、これ漫画見てる人見てください。撫で、おじいちゃんの、すげえ撫で型だな。まあまあいいですけど、死ぬぞって言ってる。ほら、ユージの前で変な話するのやめてくださいよ。赤ちゃんでなんかクエスチョンが出る、みたいな。案外覚えているそうですよ、赤モード記憶。お前が子供を欲しがっていたことも、香りとの間にそれが叶わなかったことも知っている。だが、香りが死んだのは、お父さんって。何の話ですか？怖っ！これお母さんですかね？これお母さん、これ。怖くない？
おでこに縫い目みたいなのえ、この人お母さんですか。これ怪しいな。ま、なんか明らかだな、なんかやべえな。あ、起きた起きたみたいなね、あら、このキャンプ的な感じ、なんか燃やしてね、いるよ、生きてたね、死んでなかったよ。お、お骨くんが炎を見てます。お、パチッて、お、あれ、俺よ、よかったって、あー、なんか笑ってるわ、よかったね。あ、これよかったね、敵じゃなかったんだね、これね。うん、さあさあさあ、9月頃かな、五条先生がわざわざ会いに来てね、君のことを頼まれたんだ。それでやむを得ず芝居を打たせてもらった。あ、あー、なんかね、みんななんかいろいろ考察してる方とか、そんないろね、俺いっぱい見てるから、なんか言ってたね、多分五条先生はお骨くんに会いに行ったんだなと。なんか海外の人形みたいのをなんかね、あのアニメでも出てきたんですよ、あのなんか海外の人形みたいなあげたみたいな、京都な、なんか、か、た、ごめんなさい、出てこない、交流会の前のところ、お土産っつって渡されたよね。これ、あ、やっぱそうだったんですね。僕に何かあったら、今の1年、2年のことを、ゆうたに頼みたくて、っていうね。はかりはまあ大丈夫っしょ。先輩ですよね、3年生だっけ ?4 年生でしたっけ、ちょっと忘れちゃったけども。ね。はかりさんっていうのがね、またいるんですよね、また強い人が。でも今のところ名前しか出てきてない、あとシルエットかな、ね、なんかちょっとね、街であったらちょっと目そらしたくなりそうな、ちょっと怖そうな感じだったけど、何かって女性関係ですか、ゆうたも冗談言うようになったもんだねみたいな。これどこだろうね、海外ね、シャッター街みたいなの歩いてるな、なんか英語が書いてあるけどね。いや、五条先生に何かって想像つかなくて、あ、シマウマがいる。やっぱアフリカ系なんすかね。特に一年のイタドリウチ。あの子はユータと同じで一度、一串刑が決まった身だ。注意を払ってもらえると助かる。ああ、よかったね。ミゲルは先生に会いたくないそうです。ああ、ミゲルさんっていうのがね、ついてるんですよね。なんかね。ベレー帽をかぶってきてね。はい。特に執行人を立てられたり、イタドリ君の情報を立たれるよりは、こう立ち回るのがベストだよ。と判断した。ああね、もう執行人になりますと、俺がなりますと、ね。だ、結構みんな予想してた通りなのかな。まあまあ俺がしてたわけじゃないですけど、あっちもバカじゃないから、総幹部とは執行人として認めてもらう代わりに虎杖君を殺すっていう縛りを結んだんだ。だから一度殺した。本当にごめんねっていうね。あ、ね、いや、じゃあなんで俺は生きてんだ。反転術式来た。反転術、君の心臓を止まると同時に反転術式で一気に治した。あ、一気治癒したと。以前の君の話は聞いていたからいけると思って、僕が、性のエネルギーをそのままアウトプットできることを知ってる人は少ないしねっていう、ギャッてやって殺して、あ、ガッガッて殺して死にました。一瞬死んだ。はい、直すっていう感じかな。ね。あ、だからこれで先週あったなんだっけ、スクナは、なんか、似合って笑ったのかな。あ、大丈夫、みたいなね。俺は出なくていいな、みたいなね。あ、大丈夫、こいつはあれだな、みたいな感じなのかもしれないね。大丈夫、みたいなね。ね、あのまま出てくんのかなと思ったからね。どうなることやら、みたいなのありましたけど。そう、君の死を偽装するにはこれで二度目だと。ね。すぐにバレるかもしれないけど、状況が状況だしね、虎杖君の死刑はとりあえず執行済みで処理されるはずだと。どうしてそこまでして君が、僕が大切にしている人たちが君を大切にしているからだよと。ね。あ、やっぱよかったね。いい人だね。うん。お小津君はいい人だね。僕も一度身に余る大きな力を背負ったんだ。でも、これゼロ感の話かな。背負わされたと、思っていた力は僕自身が招いたものだった。あ、これもう詳しくはゼロ感を見ましょう。俺は見てないんですけど。君とは違う。君の背負った力は君の力じゃない。ああ、君は悪くない。違うんだ。僕のせいというか、そういう問題じゃなくて、僕は人を、おいたどり。お、誰か来た。誰か来たのかこれ。
別の人かな。いやー、これゼロ感を読むしかないね。ゼロ感売ってないんだよね、最近本屋さんに。買おっかなーっていつも本屋さんに行くんです。で、コミックスがあんまり売ってないんですよね。で、見ると、ゼロ感、あ、で、この間つたやかな。つたやとか言ってもわかんない。ね、近所のつたやに行ったら、コミックスを全部売ってたんですよ。大きいつたやだったから。あ、全部売ってんじゃんと思って、どうしようかなーと思ってたんですけど、ゼロ感がすげー減ってたから、あ、やっぱみんなゼロ感みんな見れてんだなと思ってね。起こせば来たからね、やっぱね。来た、ちょっと待って、話してる間めくっちゃった。いやー、来た、フジグロ来た、何してんだ、さっさと高専に戻るぞって言ってる。いやねえ、今高専の結界は緩んでる。直接顔は見られない限り、お前は戻っても問題ねえ。一度先輩らと合流して、やめろやめろ、途中で当たり前のように受け入れるな、なかったことにするんじゃねえ、まだ死ぬわけにはいかねえんだわ。ああは言っても、いたどりくんは迷ってるんだろうなと、これね、おこつくんが思ってちょう、自分が本当に存在していいのかどうか。だから僕との戦闘で最後までボルテージが上がらなかった。俺は人を殺した。俺のせいで大勢死んだんだぞ。ね、俺たちのせいだ。あ、お前、お前一人で勝手に諦めるなと。それはお前はそういうさ、みたいなね。ああ、もう、ね、やっぱ仲間ですね。仲間の、これは友情ですね、なんかね。俺たちはヒーローじゃない、正義の味方じゃない、呪術師だ。ね、俺たちは本当の意味で裁ける人間はいない。だからこそ、俺たちは、存在意義を示し続けなきゃならない。もう俺たちは、俺たちに自分のことを考えて暇はねえんだ。ただ、ひたすらに人を助けるんだ。これはそもそも、お前の行動原理だったはずだ。ね、違うんだ、伏黒。それじゃあお前は、みたいな。俺が隣にいる限り、ずっと苦しむことになるんだぞ、と。これなんか、こうね、伏黒くんと、この、スクナの、このなんか、ある感じがあるのかな。ねえ、まずは俺を助けろ、イタドリ。おお。なんか、熱いね。熱いね。カモトシノリが仕組んだ、呪術を、与えられた者たちの殺し合い、死滅回遊、死滅回遊だって、なかなかこの難しいな、回遊、死滅回遊に、積み木も巻き込まれて、あ、お姉さん、お姉さんかな、これ誰だろうな、これ、これ誰でしょうね、誰かこのここの誰、これ、俺知らないこの人、わかんないわ、誰だろうこの人は、ねえ、これこ国会のマークかな、これ何ですかこれ。で、ここにあのバッチのやつもちょっとね、頼む虎杖、お前の力が必要だ。あ、これなん、これ黒マークかな、これ誰ですかね、これ。まあ、あれですね、なんていうんですか、ね、たくさん考察してる方の見ましょう、俺も見よう。誰だか分かりません、俺には。これはもう知らない、死滅回遊、ルール、あ、これなんか、ハンターハンターみたい。いっぱい、ルールが書いてあります。1から8までありますね。これ読むの大変なんで、買った方は自分で読んでください。これ大変だ。なんか、ハンターハンターみたい。ねえ。まあ、ハンターハンターじゃないけどね。なんか、こんな感じで、これ、なんか、なんなんでしょう、これは。なんかこう、ゲームが始まるのかな？ゲームっていうか、ルール。ね。戦い合いみたいなやつ。これひょっとしてあれですか？どうだろう？この呪いの海をめぐる死のゲームが始まる。これどういう感じなのかな？ね、昔から、ね、古くからある、天下一武道会的な感じなのかな？それとも、悠々白書のね、なんか武術会みたいな感じなのかな？どうだ？武術会ではないんだろうね、でもこれ。死者がどうとか言ってるから、ね、なんか始まる100点、ポイント制があったりするのよ。ゲームマスターと交渉しとか言って。死滅回遊に、ルールを一つ追加できると書いてある。うわ、これはちょっとこれ難しい感じかな。ねえ。もう、これは、そういう感じなのみたいな。ハンターハンター的なびっくり展開があるのかもしれないね。これね。戦いが、これね。まあ、そんな感じで。ちょっとごめんなさい、これ。読むの大変、ここすごいいっぱいあるんですよ。これ漢字だもん、すごい。
すごい書いてあるこれ、まあまあいろいろあるんですね。で143話おしまいです。はい、まあこれ始まったら多分ね、分かることでしょう多分ねこれね、まあとりあえずこういうね、なんか大会みたいな、大会っていうかゲームっていうか、なんなんでしょうねこれね、まあとりあえずポイント制なのかな、なんかね、大会みたいな、なんか戦う感じがこれからあるのかな。はい、とりあえず楽しみですね。はい、とりあえずじゃあ143話おしまい。また来週。ちょっとグダグダすいませんこれな。